演奏関係もそれなりに何ていうのかな、やっぱこう接点とかやっぱ錆びてるんで、この辺の接点の錆び落とすだけでもだいぶなんていうかトラブルの防止になるというか、やっぱこの辺が何ていうのかな、接触不良とかの原因にもなるんで、基本的にコネクタを全部外して磨くぐらいはしておきたいし、またひどかったらもうちょっとその交換とかしようかなと思います。でとりあえずやっぱいろんなところがこうひどいとか、あとヒューズですよね。ヒューズとかもあの今時のなんていうのかな、ブレードタイプにこのソケット買ってこの交換しようかなと思ってて、ヒューズタイプってなんていうのかな、あんまりよろしく、まあ、よろしくないのかな、でも古いタイプだから今時のブレードタイプの方がなんていうのかな、こう切れにくいとかあんのかな、まあわかんないけど、とりあえずなんかこの買ったんでソケットタイプの、それにこうなんかつなげ直してこう交換しやすくするとか、まあまあそうですね、ブレードタイプの方があと部品が多いんで、多いっていうか多分ヒューズタイプも売ってんだけど、ホームセンターとかで入手しやすさで言ったらブレードタイプだと思うんで、そういう意味では何かトラブルがあった時に交換、まあ予備も積んどきますけど、何かあった時の交換用のためにブレードタイプに交換しておくとか、あとはもろもろもう古い配線も古いだろうから新しいやつに交換するとか、一応このちゃんと充電できるかとかテスターで測ってバッテリーにちゃんとこの電圧上がっていくかとかもチェックはまだしてないんですが、とりあえずはこういう部品とかも後々ちょっと動作チェックして、なんてちゃんと充電できるのかも確認します。でウインカーがつかないって、ウインカーが点灯しないのもこういうところのフラッシャーリレー、多分これが壊れてるはずなんで、これも新しく買ったやつに交換してみます。そしたら多分治るんじゃないかなと思うんで、まあ、とりあえず電装一回ばらして、あとエアクリーナーがこのボックス、こっから空気吸ってこのままキャブに行くんですけど、この金具とボックス兼ねてんですよ。この電装にこのくっついてるステーとこのエアクリーナーボックスがもう常に何ていうか兼ねてるっていうか連結してて、ここの何ていうか鉄板なんですよね。だからこいつをねちょっと汚いから、一応このこっから空気吸って出てくから、この辺の何ていうのゴミとかもキャブが吸っちゃうんですよ。だからこのまあ一応シューターとかで綺麗にすればいいんだけど、ただちょっと外して綺麗にはしたいかなとか、何かしら金属片というか、なんかこのサビのチリみたいなのがキャブの中に入って、キャブの中で入ったのまだマシだけど、エンジンに入ってバルブ紙、バルブとシートの間に挟んで傷ついて圧縮抜けるとかも全然あり得る話なんで、だその辺こういうふうに、ね、細かいところあるじゃないですか、チリみたいなのがついてたりするから、ちゃんと拭き取ればいいけど、ここからまたチリがサビのせいで剥げて飛んでいくとかもあり得るんで、ちょっとその辺 今のうちに外して分解して綺麗にしておきたいと思います。とりあえず今はやるべきことは電装関係をこの辺ばらして、まあ一回綺麗にして組み直ししようかなと思います。そんな感じで、まあとりあえず配線関係もなんかダメそうなところはその都度修正していったりとか、後々例えば USB 増設するとか、このドライブレコーダーつけるとかの準備とか、まあいわゆる電源が取れるようにちょっとその辺も増設しときつつ、電装系を直していきたいと思います。なんとかエアクリーナーのこのダクトを取れました。めっちゃ大変ですが、ここになんかこのシール、なんか金具っていうのかな、それ横にずらしてここから、まあマイナスでこじってもいいですけど、こうやってパコってやったら取れます。もうめっちゃ汚いです。では触りたくねえこんなのが空気、まあエアクリーナーのこのフィルターはあるんだけど、こんなゴミ吸ってるって思うとね、キモいよねとりあえずまあこれ綺麗にしますと、で、あとはこういう電装関係もちょっとこう分かりやすいように、なんか何が何つながってたとか、まあ、元から間違えられてたらそのもうどうしようもないから、サービスマニュアル見てもう判断するしかないですが、配線の色の役割とかハーネスたどってね、まあ、ハーネスもこうやって連結されたりとかして途中で色変わってるとか、やっぱこれいじられてるんですよね。中身見たらボルトが緩んでたりとか、そのなめてたりとかっていろいろ見つかるんで、まあ、手を加えられてるだろうなっていうのは確実です。まあ、とりあえずね、まあ、こうやってバラシしつつ、こうやってね、あとどこで固定されてるのかとか、どのパーツがくっついてるから外せないとか、もろもろその辺があるんで、まあ、それをバラしつつ、じゃあ分解しながらいろいろ細かいところ直しに行きたいと思います。電装のバラシとか外し完了です。だいぶサビサビで、もうなんていうのかな、ボルト類が、まあ、うん、やっぱバラしてよかったんです。まあ、汚れが汚いっていうのと、やっぱこの中心にあるエアクリボックス兼この電装のなんかフレームになってるこれ、うん、結構サビがひどいから、こいつ、まあ、できるんだったら新品、まあ、安かったら新品に変えたいかな。なんかちょっとね汚いっていうのもあるし、まあ、空気の通り道だからね。で
これがね結構知恵の輪でこれどうやってフレームの中から外すのか、これサービスマニュアル見ても書いてないんですよね。だどういう風にして外すんだろう、まあ、多分左右上は通らないから左右だと思うんだけど、でもこれなんかねどうやったらこれ抜けるのかなっていう、横にしたりとかして試してんだけど、うん、まあまあね、なんかすげえ知恵の輪感あるなって感じのこのボックスというか、はい、まあ頑張りますけど、はい、じゃあ続きやります。やっと外せました。これめっちゃ知恵の輪ですこれほんとね、こんな入れ方すんのって多分ですけど、ちょっとこれ動画撮っとけばよかったんですよ。これあもうこれすげえ時間かかるわと思ってもう切っちゃったんですけど、これもったいなかったなって思ったのが、本当にこれひっくり返して入れんのみたいな、なんていうのこれ、本当にねコツがいると思うんですよ。これ動画撮っとけばよかった、自分用に。だってこれ入れ方わかんないですもんこれね本当に外せたはよかったけど、多分今度入れるときに苦労すると思います。ちょっとこれはあってかだからね、なんか今更ながらちょっと後悔してます。なんでこれ取っとかなかったのかなっていう、うん、とりあえず外せましたと。まあこれ超めんどくさいから、なんだろうな、こう調べても出てこないですもん。もしかしたらちゃんともっと深く調べてったら出てくるかもしれないけど、この入れ方とか外し方ちょっと上げてる人いたら教えてほしいですね。これ本当に意味わかんなかったです。もう大体この辺も全バラしましたからね。このインナーフェンダーとか、まあ、そのこのリアフェンダーあたりも、ま、もう外しちゃったんですけど、でとりあえずこれ結構こう中見るとすっきりしてんだなっていう、この部品とか意外とそんなになんかパツパツしてないっていうか、もう余計なもんほんとついてないんだなって感じしてます。だから電装系もすごいシンプルなんで、だから直しやすいっすよね。そういう意味ではこういう余計なもんがくっついてないから、大体どこに何がついてるっていうのがもう目で見てわかるから、そういう意味ではまあこの辺だいぶなんで直しやすい部類じゃないかなと思います。じゃあとりあえずねこいつ外したんで、まあこいつをきれいにしたい、だから吸気系はちょっとトラブルがないようにこの辺きれいにしたいっていうのと、まああとはこう目につくところはこう今のうちにきれいにするとかして、まあ、うん、そうですね、まあきれいにするのがメインですね。であとはねこの辺どうすんのかな、なんかもう例えばエンジン脱着するんだったらどういう手順踏むとか、こういうところにこうエンジンハンガーがこう連結してエンジンとフレームだ、こっちにちょっとハンガーがあってこっちフレームに連結してるとかね、ちょっとこの辺もなんかこう目視上目に見えるところは今のうちにこうやって目で見てなんか勉強じゃないけど、どんな風にこうやってフレームに固定されてんのかなとか、まあ言うてマニュアル見ればわかるんだけど、とはいえやっぱマニュアルだけ見てもわかんないとこってあるよね。例えばこうまさにこれですよね、これ付け方載ってないからね、いやいやいやってこれ結構重要なんだけどね。まあそんな感じで、まあもろもろこうやって、まあ水がかかるところはこうやってなんかちょっとサビがあるなって感じはするけど、まあ言うてなんかボロボロになってるとかでもないし、うん、まあそういう意味ではまだまだ、うん、そうですね、まあ重傷ってわけではないっていうのが分かっただけでもでかいかなって、これバラしてみるとこう、あこれやばいとかそういうところが見つけられると思うんですけど、特にそういうのもないんで、まあそういう意味ではこう変ななんていうの、こうあこれやばい直さんとっていうところが特にないから、まあそういう意味ではいいんじゃないかなっていう、うん、よかったよかった、まあ買ってよかった答えかなと思います。はい、じゃあそんな感じでもろもろどうしようかね、はい、またどうやって進めていくか考えますけど、うん、でめっちゃ大変でしたはい、じゃあそんな感じで進めていきたいと思います。ちょっとコネクタのサビ落としたっていう人はい、すいません、しょうもないあ、まあでも大事っすよ、あのねあのね本当にあの最初でもあったけど、あのコネクタの接触不良でこの状態っていうか、あのエンジンかかんないとかランプつかないとかあるから、結構この辺大事です。やっぱこういう接点が錆びて通電しなくて電気つかないとか結構よくあるトラブルなんですよ。でちょっとそういうの細かく見てたら、こういうとこ例えばあのウインカーがチカチカしないのもこのなんか、はい、なんていうこのリレー壊れてるのかなって思ったら、案の定ここ端子壊れてて、3つこうやって端子がついてるのに1個だけ剥がれてるっぽくて、で1個こうついてないとかね、でこういうの見つけたりとか、やっぱ壊れてんじゃんみたいな、こいつが悪いです。だそういうの見つけたり、あとはこういうなんていうのかな、もう接点がやっぱもう古いからもうこう黄ばんじゃって、何ていうか錆びちゃって、何ていうか一応刺せば通電はするけど、いつこれがまた通電不良になって急につかなくなるか分かんないですよね。
で、こういう細かいところをチェックついでにまたこういう綺麗にして、気持ちいいですよね。こういう綺麗にするとピカピカ。まあ、多少錆びるとはもうしょうがないんだけど、とはいえあんな汚かったエンジンをこうちょっとね、なんかこう556とかつけて置いて時間を置いて拭き取ると綺麗にこう取れるから。というよりね、やっぱこうやって見るとね、意外となんか年式の割にだいぶ綺麗だから。で、あとね、こういろんなところなんかこう電装がね、こうなんか延長されてたりとかして、なんていうのか、やっぱこういじられてるんだなって感じがします。なのでこういうところが結構ね、まあなんか途中で手が入ったんだろうなって思います。で、電装系も結構この辺がなんか、なんていうのかな、こう端子が錆びてるところとか、結構この辺なんていうの、錆を取って、まあ、通電とかもだいぶ良くなってます。この辺とかもね、レギュレーターとかもこうやっぱりね、こういうなんていうの、部品とかね、とにかく大事なところが多いんですよ。大事じゃないところはないんだけど、だからこういうところとかも一応この辺もうボルト自体変えようかなと思ってて、だからこういうところ錆とかがすごいついてるじゃないですか。だからこれぐらい錆びるんですよね。まあ、一応こう触れてるところは錆びてないけど、やっぱこういうところをきれいに取っとかないと、まあ、なんかあった時に通電しなくなっちゃって、あーってなっちゃうんですよね。で、もともとこういうところが割れてたりとか、まあ、別にこれ新品も買ってるんで、この辺はもうどうでもいいんですけど、まあ、まあ、何かあったか知らないけど、まあ、大体これ前の持ち主がなんかやらかしてすごいブレーキランプ割れてたりとか、まあ、この辺はとりあえずいいとして、あとはまあ LED とかもっすよね。これは普通のなんだっけ、ハロゲンですけど、 LED に変えようかなとか、まああとはそんなとこっすかね。だからなんかね、やたらこの辺のなんかこう擬干しがなんか新しかったりとか、だから多分いじってんすよね、これ前の人。だから明らかにこの擬干しが新しいから、あの辺のこいつらと比べてね。だからね、なんか途中で手を加えられたのはもう間違いないです。はい、じゃあそんな感じで、とりあえず電装機は綺麗に、まあ、できたわけじゃないんだけど、これからまたいろいろやろうかなっていう、ちょっとこういう無理な連結、まあ、無理って、もともとこういう無理な連結してるっぽいんですけど、こういうのをちょっとこう整えて、新しく、こうなんていうのかな、つなぎ直したりとか、あとはその、キーオンにした時に、あの、配線、だオンになった時に、またあの、なんつったっけ、だドラレコとか、あとは USB とかの電源も一応用意しとくとか、あとこれそういえば忘れたんだけど、ホーンついてないんですよ。ホーンがないから、そのホーンのまたスイッチからこの押した時にピーってなるように、だホーンも買ってるんで、だホーンの増設とかその辺どうするかなって、どうするかね、まあ、やホーンなしでは走れないからね、だからその辺もやろうとか、まあ、特にねその辺ぐらいです今のところ。ただちょっと気になるのはこのリレーがのこの3端子のやつでどうなのか、まあ、1個はアースなんだけどね、こっちアース分がこの緑がなんかこれアースっぽいから、この共通してるのはね、だからこのアースがなくて、なんかあの自分今買ってる持ってるんですよ1個ね、このなんだっけ、この調整つまみがついてるリレー買ったんです。それ2端子なんですよ。だからそれプラスの間にこう入れていいのかなみたいな、アースは繋がなくていいみたいなやつなのかなとかね、まあそれをやりつつ、とりあえず、うん、でこのサイドカバーとかもこの辺はねちょっとこの水ぼらしいというか、ここ磨こうかなって思うんですよね。まあちょっとここだけピカピカすぎるとちょっとあれだから、もうこっちも磨かないといけないんだけど、だついでにやろうかなとか、あとはこういうちょっとその隙間っていうか立体のところがねこうもう色はげちゃってるから、例えばこういうところにこうなんていうの、例えば塗装しようかなって思ってて、例えばこうシューってこの黒い何でもいいや、もうなんていうの、例えばあの耐熱ペイントコートとかで塗って、この表面磨いたらこの下の立体のところだけ黒が残るから、その文字が立体化するとか、やっぱこのホンダの文字がなんか立体になるとかっこいいじゃないですか。そういうところもやろうかなとか、まあそんな感じでね、あとマフラーも交換します。マフラー実際にこれ錆び、あのこのなんていうの、車体の割にはマフラーがボロボロなんですよ。だ多分ね、売るからマフラーは外して、多分置い、あ、なんていうかな、この元々あったやつつけたんだと思うんですけど、あのマフラーが、あ、でもなんでこんなエンジン静かなのか不思議なんですけど、あのマフラーこれ錆びすぎて床穴開いてるんですよね。もうあっち側にあるんですけど、あの錆びすぎてこのマフラー錆びすぎて床穴開いてボロボロのくせにやたら静かなんですよね。だからそこすごい不思議なんですけど、まあまあそんな感じですが、とりあえずマフラーはそもそも新しいの買ってます、持ってます。もうだマフラーを変えるんで、まあ、どっちにしろこのマフラーももうゴミです。じゃあそんな感じで、じゃあどうしようかね、うん、まあそんなプランですそんなプランっていうか、とりあえずまあキャブを直してくっつけるのと、でバルブのこのバルブっていうか、なんでこのカチャカチャのカチャカチャなんだっけ、これのクリアランス調整とかして、
まあ、とりあえず一回動かしてみようかなと。だからどちらかこれ組み直さないといけないから、伝送もね。だからね、それで一回なんていうのかな、調子良さそうだったらもうこれでいいかな。でもどうせだったらもうこの機械にもうここ開けちゃうか、だどうしようかねって感じです。その辺もう、うん、なんかやらなくていいんじゃねみたいな空気というか気持ちになっちゃってるから、なんか調子良さそうなんじゃねえのみたいな。あとはちょっと圧縮も測りたいかな、一応。そうだそうだ、まずね一回このキャブとか直して全部戻して、まあ、電装は結局戻すからね、まあ、フレームまでバラすことはもう多分ないかなっていう、もうこの感じだといちいちそこまでボロボロでもないから、うん、年式なりのって考えても綺麗な方だからね。この辺は変えたいけどね、なんかペダルだけやたら、このフレームと違ってペダルだけやたらなんかこの錆びてるなって感じするから、この辺は後からでも変えれるからどうでもいいとして、でね、だこの一回まあ電装戻します、キャブ組みます、でエンジンかけれる状態になりますって、その状態をまず、あ、まあ、こっちもセッティングしますと、でその状態をまず見てみて、おかしいかなって言ったら、まあ、もともとがおかしくなかったからいいと思うんだけど、とりあえずやってみて、でエンジンとりあえず暖気させて圧縮測ってみて、圧縮がちょっと著しくなんかひどいようだったらもう開けようかなって感じのプランでいこうかなと思います。とりあえずその辺がクリアできたら、じゃあもう車検取って走れるようにっていうか、まあ、そもそもまだ外装ちゃんとできてないからまだまだ先なんですが、あとブレーキ関係もこの一応パーツ結構この辺一式買ってんすよ。ね、このオーバーホールキットでしょ、新しいホース類でしょとか、マスターシリンダーは買ってないけど、マスターシリンダーは今は使えるかなと思うんで、とりあえずこのホースとか、ちょっとゴム類が結構劣化がすごいので、この辺変えようかなっていうのと、あと電装に関してもウオタに入れようかなと思います。もうそもそもね、ポイント転換自体がもう大変なんで、あとトラブルが起きても困るから、もうウオタに入れちゃおうかなとか、で一応ドラムブレーキもあの新しいシューは買ってます。だその辺もだからどっちにしろこれバラすからね。だからバラすってなるとき、この、あ、そのスプロケットも両方買ってます。チェーンも買ってます。なので、この駆動系全般交換なんで、だもうチェーンも少しサビサビなんで、この辺変えますと、だどっちにしろリアホイール外さんといけんから、で、タイヤもね、一応これ溝は結構余ってるんだけど、ちょっと、あ、年式確認してないな。ただなんかそこまでね、ひび割れがすごいとか、なんかその、なんていうの、溝が少ないってわけでもないから、もしかしたら多分使えます。このゴムの感じだと。すごいカチカチってわけでもなくて、ちょっとこう、押せばね、多少なんか弾力ある感じするから、古い感じじゃないんじゃないかなって思ってます。じゃあそんな感じのプランで行こうと思うんで、あとはね、ちょっとこの、スイングアームとかがなんかやたらちょっとこの、サビひどいかなって感じするから、この車輪外すついでに、車輪って言ったら自転車だけど、このリアホイール外すついでにちょっとスイングアームも外して塗装なんか磨いて塗装ぐらいしようかなと。多分ですけどこのフレームって一回塗装してんじゃないかなって思うんですよ。だからこのなんかね、明らかにこうやれ感が違うから、もしかしたらこの一回フレーム何かしらのオーバーホールのついでにフレーム一回塗装し直してんじゃないかなって思うんですよね。予想ですよ。だからなんかその時にもともとついてたこのスイングアームは特に何もしてないで組まれてるとか、もともとのフレームが、フレームというかその、なんていうの、何もやってないのがこれじゃないかなっていう。だからここまでバラしておいて、フレームは塗装し直したんだけど、スイングアームはやらなかったみたいな、そんな感じかな、わかんないな。もしくは何かしらが理由でこのリア周り変えてあるとか、まあ実際これ変わってるっぽいんですよね。明らかに、スポークとかもこれ新しいから、もうリムなんてもうピッカピカなんですよね。まあ変えられてるってことはいいことなんだけど、リムもピッカピカだし、だスポークもすごい、なんかこの年式考えたらもうすごいピッカピカなんで、磨きは多分テカテカすると思います。全然錆びてないから、あのホイールの前輪の方も、こっちも同様に、多分ね、変わってんすよね。だって、めっちゃピッカピカなんすよ。だからね、この辺はもう多分交換されてる体じゃないかなっていう。でなんかね、そこまでまた、まあ、これこの跡っていうか、なんでこう削られてる跡はついてるけど、そこまですごい段がついてないから、多分もうフロント周り一式だって新しいもんね。明らかにこの塗装もそうだし、なんていうのか、この辺のステーとかもなんかもう異常なんですね。でただその割にはこのフロントフォークはちょっとなんかサビが多いよね、サビっていうかこのアルミのサビがあるねとか、一応ゴムの劣化もあるんだけども、このひび割れで、だからまあどっちにしろ多分フロント周りって結構このね、変えられてるっぽいんですよ。でステムはなぜかちょっとサビがあるというか、なんかこのなんていうの、フロントフォークのなんかこのピカピカ具合の割にはなんか妙にこのステムサビが多いよねって感じがするんで、多分この辺の足回りは変えられてるんだと思います。
じゃあそんな感じで、まあまあそういう意味では交換されてていいことずくめなんだけど、はい、じゃあまあどうするか、はい、とりあ、そう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 だ、忘れた、あのね、このプラグのね、これコードがもうカチカチなりすぎて、もうなんていうの、このもうずっぽ抜けるっていうか、なんていうの、いやこれね、なんていうのかな、この今はでも引っかかるな、ちゃんと。なんかね、もう抵抗ないんですよ、これあんまり。なんか伝えずに、あれ どこだっけな、もう硬すぎて、なんかもうすっぽ抜けるとかあるんですけど、4番だっけ、あ、そう、4番だ、これ。4番ね、もうほぼほぼね、なんかこのガチャガチャって、この組まられない、なんていうの、このプラグにも刺さってるだけっていうんですか、こうプラグをちゃんとこう掴んでない感じっていうか、もう簡単に抜けるんですよ。だ多分ね、4番を下手すると、点火不良を起こすと思います、この状態だと。だどっちにしろもう、プラグコードは4番は絶対変えないといけないから、でもそう考えたらもう、プラグ付きのウォータインとかで買って、まあ、そしたらコードつくからね、だから変えようかなって思ってます。だからなんかまあその辺も、どうせこの辺、もうひび割れっていうか、もうすごい硬いから、まあ、年式なりのトラブルがまたこれから起こるって考えたら、あとなんか知らんけど、この辺すごいこのガム手じゃない、このテープで巻かれてるから、なんかやってんだろうなって気がするんですよね。この全部がなんかテーピングされてるので、なんかちょっとおかしいから、まあなんかありそうだから、この辺変えときたいなと思うので、じゃあ一式もう魚谷に組んだ方がいいんじゃねって思うんですよ。はい、じゃあそんな感じの計画でいきます。長々とご視聴ありがとうございます。じゃあそんな感じでいきたいと思うんで、じゃあ楽しみにしてください。ご清聴ありがとうございました。